今週のホットニュースは、フォンダッション・ルイ・ヴィトンで開催中の展覧会が大好評のジャン・ミシェル・バスキアの話題。没後30年の今、そのドキュメンタリー映画が公開される。無法地帯と化した70年代末から80年代にかけてのニューヨークのストリート、その混沌とした街に突如彗星のごとく現れた若き天才アーティスト、バスキア。 I'm no longer Samo. Samo is dead. 彼が駆け抜けたストリートからアートシーンまでの創造の軌跡をジム・ジャームッシュやパトリシア・フィールドなど親交のあった人々が語り尽くす。